どうも、ヒアリスです。どうも、カイニミスです。今日なんですけども、はい、マッターナイキにお問い合わせをいたした、はい、そうなんですよね。かなりね、気がかりなことがあったんで。そうなんですよね。はい、本日なんですけど、はい、午前中にね、ちょっとナイキの方にまた連絡をしてもらったんですけど。まあ、著者はね、まあ、はい、予想通りと言いますか、意外な結果と言いますか。そうでしたね、はい。はい。ちゃんとした正解が出ました。あ、そうなんですね。はい。はい、その他、陸情報もあるんですね。そうですね。こうたくさんダンクが出るんですけど、うん、それをご紹介したいんですけど、はい。はい。このチャンネルでは、スニーカーファッションに関する陸情報や、最新のニュース情報動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の望みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムもやっておりますので、概要欄の方にリンクのがありますので、気になった方の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあリーク情報からいきましょうかね。はい。はい、ナイキダンクローのサファリスウッシュですか。あ、そうですね。持ってらっしゃる方の投稿で、うん、こういったオレンジとブラ、他はセールのカラーになっているんですけど、うん、スウッシュの部分が、まあ、サファリということでそういった柄を落とし込まれているものなんですけど、うん、以前ナイキダンクローでウィメンズになるんですけど、サファリミックスっていうものが発売されたんですけど、それはすごくカラフルやったんですよね。サファリスウッシュに関してはもうスウッシュの部分だけなんですよね、使われているものが。そうですね、はい、でこれ持ってらっしゃる方の投稿で、もう2つほど写真が出てきたんですけど、うん、今後おそらくなんですけど、後半に発売されるんじゃないかということで紹介されてたんですけど、うん、はい、まあ、カラー的にもね、ちょっと秋頃かなって思うようなカラーじゃないかなと思われるんですけど、まあ、こういう明るいから僕好きですけど、ね、あ、僕もね、この発売されたらちょっと寝ようかなと思ってるんですけど、うん、まあ、ウィメンズなのかメンズなのかっていうのは今のところちょっと分かってないんですけど、はい、まだその辺情報が分かり次第ですね、こちらを紹介したいなと思うんですけど、はい、はい、続いてなんですけども、ナイキダンクローの CAU アスレティクスですか、はい、あ、そうです。今後、後半に発売されるんじゃないかって言われているモデルで持ってらっしゃる方の投稿があったんですけど、うん、まずね、これね、まあ、大学の、名前になるんですけど、クラークアトランタ大学の、これ、ダクなんですよね、これ。で、ちょっと終端の部分見てもらいたいんですけど、終端の部分に、うん、ちょっと見てもらいたいんですけど、このクラークアトランタ大学のスポーツチームであるパンサーズっていうチームがあるんですけど、はい、そのね、パンサーズのロゴをそのまま落とし込んでるんですよね、終端の部分。はい、あ、で、終端の部分のそのパンサーズって、この絵の上の部分にも、クラークアトランタユニバーシティというふうに書いてるんですよね。はいはい、はい。で、まあ、そのカラー落とし込んでるのはナイキダンクローなんですけど、うん、はい、ホワイトとブラックとレッドと落とし込んでるナイキダンクローなんですけど、うん、あとね、かかとの部分ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、1988って書いてると思うんですけど、書いてますね。これってね、はい、もともと、アトランタ大学とクラーク大学っていうのは別々の大学やったんですけど、うん、合併したらしいんですよね。あ、そうなんですね。はい。で、合併した都市っていうのが1988年なんで、それがね、落とし込まれてるらしいんですよ。はいはい。はい。これ一応ね、そのクラークアトランタ大学のから落とし込んでるものなんですけど、それ関係なしで、これいいなと思ったんですよね。面白い一足やなと思ったんですよ。そうなんですね。ちょっと面白いなと思うのが、はい、この赤色の使い方でね、はい、あのソックスライナーのところに、はい、まあ、あの縁取りのように赤色も使ってるのは使ってるんですけども、はい、このアウトソールと、上のね、はい、スニーカーの上の部分とのつなぎ目みたいなところに、はい、ラインがね、使われてるんで、ね、そうなんですね、赤色ね。これちょっと珍しい、はい、アクセントになってますよね。そうですよ、ね、はい。あと、まあ先ほど、アウトソールの話してたんですけど、うん、アウトソールがクリアソールになってまして、先ほど言わせてもらった集団の部分にも入ってるこのパンサーズの絵が入ってるんですよね。はい、そうなんですよ。あとね、はい、あと、まあシューレースの方にはテクストメッセージの方がね、施されてて、あ、そうなんですよね。これまだちょっとおしゃれな感じになってるんですよね、はい、これに関してはね、一応公式のコラボっていうふうに言っていいんじゃないかっていう海外のスニーカー系さんが書いたんですよ。ロゴであったりとか名前がそのまま落とし込まれてるんで、そうですね、そうなんです。まあ、これが後半に発売されるんじゃないかということなんですけど、うん、もうこれカラーいいなと思ったんで、ね、ちょっと発売されたら狙いたいなと思ってるんですけど、まあいいですよね。はい、はい、で続いてなんですけど、ナイキダンクローのブラウン&ブラックですか。あ、そうですね。こちらも、ね、持ってらっしゃる方の投稿で、ナイキが公式写真が出てきるわけじゃないんですけど、うん、まあ、こういった形でベージュのカラーであったりとかセイルのカラーであったりとか、一部ブラウンのカラーが使われているナイキダンクローが出てきてるんですけど、うん、これね、秋頃じゃないかっていうふうに海外のスニーカー系さんが書いてたんですけど、まあ、カラー的にもそんな感じかなっていう感じなんですけど、まあ、まさに秋っていう感じのカラーリングですよね。はい、ダンクまた続きますね。そうですね、はい、はい。ついでもダンクなんですけど、ナイキダンクハイのこれはホッシルストーンって言ったらいいんですかね。あ、そうです、はい、ウィメンズのモデルで、まあ、これも秋頃じゃ、まあ、本当秋っぽいカラーなんですけど、はい、ナイキダンクハイで今年の後半にこういったものが発売されるんじゃないかということで、うん、まだ出てきてたんですけど、ちょっとね、はい、もうダンクね出すぎてもうだんだん分かんなくなってきましたね。なんかね、そうなんですよね、はい、すごく印象に残ってるは今のところ紹介したアークアトランタ大学のナイキダンクローはすごく印象に残ってるんで、はい、それは狙いたいなと思ってるんですけど、まあ、そういった中で、ね、ウィメンズでナイキダンクハイでこういったカラーのものが、うん、まあ、これナイキの公式写真が出てるんで発売が近いんじゃないかって言ってるところもあったんですけど、はい、カラー的に秋頃じゃないかって言ってたんで、もしかしたら9月以降に発売の情報が出てくるのかなと思うんですけど、うん、はい。
で、またちょっとね、変わったダンクになるんですけども、はい、ナイキダンクロのユーティリティパックですね。あ、そうですね。これ面白いですよね。これはナイキの公式写真ができるので、発売近いんじゃないかって言われてるんですけど、まずかかとの部分にこういったね、アニメといいますか、漫画のようなデザインが落とし込まれてまして、うん、あとそのかかとの部分に金属のプルトップみたいなのがついてるんですよね。はいはい。はあ、で、シューターの部分見てもらいたいんですけど、シューターの部分もオレンジの糸でちょっとソーイングされてるといいますか、それがアクセントになってるか、デザインになってるんですけど、うん、はあ、で、シューターの部分のトップの部分にもプルトップのようなものがついてまして、はい、普段のダンクにはついてないようなものが、まあ、装飾されてるじゃないですけど、はい、そういった一足ですよね。インソールにバスケットボールを持ってるキャラクターのロゴが入ってるんですけど、うん、はい、まあ、これが発売が近いんじゃないかということで、ナイキの公式写真ができましたね。はい、で続いてなんですけど、これなかなか面白いカラーリングなんですけども、はい、ハフと、ナイキ SB ダンクローですね、はい、以前ね、モックハフをやらせてもらってたんですけど、うん、通称の名前でニューヨーク、もう一つはサンフランシスコっていうものと、うん、あともう一つはフレンズ&ファミリーで3足紹介させてもらったんですけど、はいはい、そのうちの、覚えていらっしゃいますかね、リバースケンタッキーのカラーでナイキ SB ダンクとハフのコラボで、うん、ニューヨークっていう通称の、ね、名前がついてるものがあったんですけど、はい、持ってらっしゃる方の動画が出てきてまして、これが実物なんですよ、うんうん、はい、モック画像でも以前お話させてもらってたんですけど、トゥーボックスの部分にハフっていう風にあの文字が、デザインされてるとかさせてもらってたんですけど、はい、入ってますよね。ただそれプラス見てもらいたいんですよ、ミニスウッシュのようなものが上に乗っかってるんですよね。そうですね、はい、で木画像でも紹介させてもらった通りホワイトとネイビーのカラーになるんですけど、あとかかとの部分に以前、その通称のタイトルがついてる街のね、まあ街並みといいますかスカイラインが落とし込んでるデザインになるんじゃないかとかさせてもらってたんですけど、ニューヨークのこの街並みといいますかそれを落とし込んでるデザインになってるんですよ、はい、これね。で面白いのはそのかかとの部分に、文字があるんですけど、キースフォーエバーって書いてるんですけど、これハフの、まあ、プロスケーターであるキースハフナゲルの名前のキースっていうことなんですけど、でね、フォーエバーって書いてるのはこれ以前にもらさせてもらってるんですけど、うん、彼2年前にね病気で亡くなってるんですよ、ね、あ、そう、はい、でおそらくなんですけど、まあ、追悼じゃないですけど、まあ、それを込めてこういったふうにかかとのデザインが入ってると思うんですけど、うん、これむちゃくちゃいいっすね、これね、かっこいいですね、はい、海外のリークアカウントサイトが先ほどインスタのストーリーズの方で、ね、アンケート取れるじゃないですか、はい、アンケート見れたんですけど 93% の人がこれ欲しいって言ってました、ね、あ、そうだ、僕もその一人ですね、僕もアンケート答えたんですけど、そうなんです、はい、これ欲しいなと思ってるんで、これ以外にね、うん、ホワイトブラックのカラーでサンフランシスコっていう言われるものも今後出てくると思うんで、うん、はい、この感じだったらそれもかっこいいなと思うんですよね。そうです、ね、まだ紹介したいなと思うんですけど、はい、はい、で続いてなんですけども、ホワイソーサットとナイキ SB ダンクローのコラボですね、はい、あ、そうですね、これ以前紹介させてもらったんですけど、ジョン・ラトレっていうプロスケーターがやってる、うん、まあ、メンタルヘルスの、まあ、ケアじゃないですけど、実際防止の、まあ、団体じゃないですけど、はい、彼がやってるそういった団体があるんですけど、ナイキ SB ダンクローのコラボで今後発売されるんじゃないかっていう状況にやらしまってたんですけど、思い出しましたね、スウッシュの部分がハゲて黄色のカラーの下地が出てくるんじゃないかっていうのをさせてもらってたんですけど、はいはいはい、それの、公式写真の方がナイキの方が出てきてまして、こんな感じで出てきてるんですよ、はい、でこういった風にナイキの方が公式写真が出てくるってことは発売が近いんじゃないかっていうことなんですけど、うん、ちなみにこのホワイソーサットとナイキ SB ダンクローのコラボの売り上げっていうのはこの団体に、ね、寄付されるらしいんですよ、ね、うん、はい、まあ、これが発売近いんじゃないかということで、まあ、これ以前にも紹介させてもらってるんですけど、うん、まあ、改めてちゃんとナイキの方が公式写真ができるんで発売が近いんじゃないかっていうことで、僕ちょっとこれ発売されたら狙おうかなと思ってるんです。これ過酷なんですか、これ、これかかとがハテナマークな、はい、ああ、そうなんですよね、ちょっと面白いです、ね、はい、で、集団の裏にホワイソーサットって書いてるんですけど、うん、これバックからの感じで見るとこうハテナが続いてる感じになってるんですよね、うん、ああ、そうなんです、そうなんです、ホワイっていう風に見えてるんですね、はい、そうなんです、面白い速度ですね、普通ここにナイキって書いてるんですけど、はい、ハテナになるクエスチョンマークになってるんですよね、うん、はい、面白い速度だなと思うんですけど、はい、はい、で続いてなんですけども、エアージョーダン2ローの UNC2 シカゴですか、あ、そうなん、はい、来年の3月8日発売予定で、実はこれ以前にも、リークアカウントサイトであるソイルレトリバーっていう方がこれので、ね、うん、モック画像を出してたんですけど、はい、改めて違うリークアカウントサイトの方がより正確な情報元に作られてるモック画像が出てきてまして、うん、3月8日発売予定でウィンメンズになるんですけど、エアージョーダン2の UNT シカゴということで、うん、まあ一部ね、ブルーのカラーであったりとか、まあシカゴを彷彿させるようなレッドのカラーが使われてるんですけど、うん、ウィメンズなんですよ、なるほど、でね、これ海外のその医学系サイトに書いてたんですけど、うん、2017年に発売されたちょっとこれ見てください、うん、コンバースとこのエアジョーダン2の、セットになったバッグがあったんですけど、これって、1987年に、ノースカロライナ大学の卒業生と UCLA の卒業生がチャリティーでバスケットボールを試合したんですけど、はい、それね、ジョーダンで出たんですよ、ジョーダン自身がその、ね、チャリティーに出た時に、うん、この今回2017年に復興
刻した、この P のモデルになったらしいんですけど、プレイヤーズエディションにあたる、このレイヤー上段2のこの UNC の方が一部入ってるようなものが入ってたんですよ。ああ、そうなんで、それが復刻されたのが、この2017年のモデルで、で、ジョーダンがナイキと契約する前に入ってたコンバースのファーストブレイクっていう靴があるんですけど、それセットでね、あの、2017年売られてるんですよ。で、今回、その、来年発売予定の、ウィメンズのエアジョーダン2に関しては、まあ、この路線の延長じゃないかっていうふうに書いてたんですけど、ね。なるほど。はい、まだ物は出てきてないんですけど、ローカットで、エアジョーダン2で UNC のカラーとシカゴのカラーが一部使われているものが発売されるんですけど、これウィメンズなんですよね、これ。残念ながらね。そうなんですよ。来年もやっぱりね、エアジョーダン2売りますね、結構ね。そうですね。はい。ここでは今回紹介しないんですけど、今後は僕らの動画をさせてもらおうかなと思ってるんですけど、うん、AJ2 ね、まだ結構出てきてるんですよね。そうなんですよね。はい。はい。で、まあそんなね、あ、そうなんですよ、エアジョーダン2なんですけど、はい、やっとたどり着きました。なんかやっと正解にたどり着けたということなんですかね。そうなんですよね。はい。以前ですね、ナイキの方に問い合わせさせてもらったんですけど、はい。ずっとスニーカーズの方でやったりとか、PC の方で見ると、スニーカーズのサイトの方で、7月8日発売予定のニーナ・シャミラ・アブニーと AJ2 のコラボのローとハイに関して、ずっとウィメンズの表記されてなかったんですよね。なかったですね。はい。で、僕が質問した時に以前ナイキの方に、そしたら、これはメンズ展開ですっていうふうに答えてもらったじゃないですか。そうですね。はい。で、その時もちょっとやっぱり違和感あったんです。というのも、海外のスニーカー系サイトはどこも、ウィメンズ展開って言ってたんで、そうですね。その時、まあナイキの方に、これはメンズ展開ですって言われたんで、まあ一旦それはね、あ、じゃあそういうことなのかなと思って、まあその日はその以上のことは聞かなかったんですけど、で、そういった動画出したじゃないですか。で、昨日なんですけど、海外のスニーカーブティックである、あの、フェノムってあるじゃないですか。はい。そちらのサイト見てますと、まあ、過去にも買い物したことあるんですけど、今回ニーナ・シャネル・アブニーと AJ2 のコラボの、あの、販売のね、ページが出てきてたんですけど、ウィメンズって書いてたんですよ、これ。ああ、そうなんですね。はい。で、もうやっぱり、これ多分ウィメンズじゃないかと思ったんで、この URL 込みで、こんな形でまだナイキの方に問い合わせたんですよ。そしたら、対応された方が、ちょっとお待ちくださいって言われて、ちょっとお待ちください。結構待たされたんですよ。そうですね。はい、確認してまいりますね。そんな感じでしたね。はいはい、10分ぐらい、待ったんですけど、はい、で、戻ってこられましてですね。で、来た答えっていうのがこれなんですけど、うん、ウィメンズ展開でしたって言ってましたね。ああ、そうなんですか。そうなんです。やっぱりメンズじゃなかったです、ね。あの、最初にご案内した内容が間違ってたって言ってました。迷惑をおかけしましたっていうふうに書いてましたね。ああ、そうなんですね。はい。で、これに関してなんですけど、今後ね、スニーカーズの表記っていうのが、ウィメンズってないので、今後、ウィメンズの表記の、まあ、直しと言いますか、なりますかっていうふうに聞いたんですけど、この方が言うには、担当部署の方に一応伝えておきますっていうふうに言ってました。あ、そうなんですね。はい。ということでね、これ以前、メンズっていうふうに答えてもらったんですけど、やっぱりそれは間違ってまして、はい、ウィメンズでしたね。まあ、あの、僕は最初はね、ウィメンズって言ってたんですけど、はい、まあ、ナイキの方から表記が消えてたんで、そうなんですよ。まあ、メンズなのかなというの、問い合わせもした上で、はい、メンズというふうに、あの、こちらでね、お伝えさせていただいてたんですけども、はい、やっぱりなんかおかしいなと、そうなんですよ。周りのね、情報を照合するとちょっとおかしいので、はい、まあ、改めてナイキ問い合わせするとごめんなさい、ウィメンズでしたっていう。ということで、結局ウィメンズだったんですね。そうなんですよ。ってことはサイズないんですよね。ないです。ないです。ちょっと値段も高いし、ね、あ、そうなんですよ、ね。と思ったんで、まあ、だからね、2点3点してね、結局ウィメンズだったんですよ。うん、そうで、ね。で、このね、今回ナイキの方に、ウィメンズっていうふうにお答えてもらったんですけど、うん、その数時間後に、ちょっと見てください。アトモサルロンチカレンダー見ると、うん、ウィメンズってやっぱり書いてました。そうなんですね。そうなんですよ。なぜか、あの、ナイキよりもその周辺の方が正しい情報を出せるっていう、よう分からん状況ですよね。はい。で、先ほどね、iPhone の方からスニーカーズやったりとか、うん、PC のサイトでスニーカーズ見たんですけど、うん、ウィメンズというふうにはまだ書いてないですね。ああ、まだね、変更されてないですね。はい、まあ、すぐに変わらないと思いますけど。そうですね。はい、ということで、これはウィメンズみたいなんで、うん、そうなんですね。まあ、皆さんのご注意ください。ああ、そうなんですね。ということですね。はい、ということです。まあ、あの、7月にね、もう入ってしまったので、はい、明日、はい、カレンダーの方やりましょうかね。そうなんですね。多分この後撮ると思うんですけど。そうですね。はい。また明日のカレンダーの方ね、はい、しますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。はい、ノリスでした。さよなら。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24-7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust So I'm reminiscing visions I had about